はい、どうも皆さんこんにちは。鈴鹿ポイントゲッターズ背番号18番の佐藤和真です。僕は選手をしたりクラブのフロントスタッフとしてスポンサー営業したりフットサルコートの運営をしたりしております。今日はですね、 JFL 第20節東京武蔵野シティとの対戦になります。36度4。
はい、どうも皆さんこんにちは。鈴鹿ポイントゲッターズ背番号18番の佐藤和真です。僕は選手をしたりクラブのフロントスタッフとしてスポンサー営業したりフットサルコートの運営をしたりしております。今日はですね、 JFL 第20節東京武蔵野シティとの対戦になります。後期の15試合のみとなっております。それの5試合目です。ということはもう残り11試合しかありません。そんな中で今現在鈴鹿ポイントゲッターズは最下位です。悔しいんで今日は巻き返しを図りたいと思います。時間は今12時半です。3時キックオフでだいたい2時間半ぐらい前にスタジアムに入って、体のケアやったりを進めて試合の準備をしていきたいと思います。今日は有観客試合で、初の AGF という、ところでの開催になりますんで、じゃあ試合頑張っていきます。藤井さん、おはようございます。ここ入っていいですか？はい、どうぞ。どうですか今日は？今日はね、はい、今日選手全部入ってくるやんね。ここはい、入ってきます。閉めたらあかんやんな。はい、閉めたらあかんです。開けとこ。はっす。いいね、スタジアムは。今年 AGF 初やもんな。 AGF 初回。おはようございます。おはようございます。お、塩ソルト来てるやん。新加入です。200円ぐらいで新しい新加入、助っ人外国人やな。そうです。みんなでみんなで、サダーナイスよ、サダー、ナイス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 って言って今、で今大丈夫、大丈夫、大丈夫、ナイス、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。あ、レイ、バンバン、ナイス、ありがとう。お前もか、今日はヒーローインタビューか。はい、いい感謝のスポンサーに向けて。スポンサーお世話になってるから。フロント組が言ってくれると俺は元気出るわ。頑張ります。はい、キリン、疲れた。あれ、ホームアローンの人。違うわ。はい、ゼロ。ありがとうございました。ゼロゼロゼロ。今日はディフェンスのおかげ。嘘。え、感謝の気持ちあんの？あの、孝太郎くんとガトシキとコリンのおかげ。え、でもさっきカメラ回ってない時、自分の俺のセーブのおかげっつって。いや、言うてへんから。時間稼いでたって言ってた。やめろやめろやめろ。
ありがとう。日曜日ですか。ああ。いやマジかー。いやいやいや全然映れてないわ。ありがとうございます。汗だくやけどめっちゃいいシャツ。汗だくやけど。いいシャツ着てます。汗だくです。お疲れ様です。映りたくない。映りたくない。今季ようやく初勝利です。ありがとうございます。正直自分自身は良くなかったんですけど、やっぱり、チームスポーツのいいところで、それを誰かがカバーしてくれて、結果的に勝利することができました。次は水曜日に、もう天皇杯があるので、中3日でしっかり体休めたいと思います。はい、手合わせましょう。いただきます。はい、食べてください。